はい、アンコチョウです。スガミコムドです。ね、まあこれ本当にあれなんですけど、どうでもいい話言っちゃどうでもいい話なんだけど、今このチャンネルの登録者が530、今段階で531だったかな。おー。で、今日までにね、撮影の今日までに行くかなと思ってたんですけど、過去365日の総再生時間が3000時間を超えて、かつチャンネル登録者500人以上だと一部の収益化ができるんですよ。チャンネルの、なるほど、いわゆる本当のっていうか、一般的な収益化は1000人4000時間なんだけど、うん、でその500人3000時間でできるようになることは何かっていうと、まあライブ配信のスーパーチャットとか、あとメンバーシップっていうのができるようになるんですよ。はいはいはい。要は月額いくらかを取って会員向けコンテンツを出すっていうことができるようになるんですよね。で、今日までに行くかなって思ったんだけど、今ね2900何時間とかなの。うん。だから月の再生がね、僕今400から500時間あるんで、多分来週には行くと思うんですけど。はいはいはい。ってことで、メンバーシップってなんだっていうか。ああ、なるほど。でもそこに何か、いや、今とも別にか予定はないんだけど、はいはい。やるとしたら何みたいな。ああ。で、他の演奏家は何やってんだろうとか、うん、そういう人もいるじゃないですか、当然。はいはいはい、そうですね。っていうのを、ちょっと調べたんだけど、ええ。まあ、一個あるのは、もちろんその演奏動画とか、あるいはリハーサルの、うんうん、ホールでの、その本番前のリハーサルとかを録画して出すとか、うんうん、そういうのですよね。うん、で、あとまあ、曲を、その楽器をやってる人向けに教えるような動画を出すとかっていうのもあったり、うんうん、あとちょっと面白かったのは、練習生配信とかあった。あもう家で2時間とか3時間とか、はい、練習してる様子をずっと出す、っていう人もいた。なるほど。でもそれも、もう、とかね、まあいろいろあるんですけど、はいはい、っていうだけの話。なんかいいアイディアないかなと思って。いや、あんまりないんだけどさ、予定は、自体は、はい。なんかこれはっていうのがあれば、やってもいいかな。一応できるようになるにはなるんで、うん、まあでもどっちかっていうとあれですよね、その検索してとかっていうよりは、まあ、うん、もうこのチャンネルを毎回見てくれてる人、うんうん、っていう人が何を見たいのかってことですよね、うん、メンバーになっても見たい、うん、有料で見たい、有料で見たいっていう、なんだ、ないだろそんなものいやーなんだろうな、なんか一個思うのは、その何か教える系だったら、はい、自作曲とかだったらいいかなって思う。うん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 、なんか、それは絶対そこにしかないっていうかさ。うん。確かに。うん。でもそんな自作曲もないし、数が。毎月月額払うっていうんじゃないと思って。ああ、確かにそうですね。うん。うん、いっぱいあれば、とか毎月作ってるとかでしたらね、うん、いいけど、練習風景とか見たい人いないだろうしな、こいや、なんかやる方は緊張感があっていいかもしれないけど、うん真面目に練習しそうじゃない、はいはいはいそうですね、うん、もうそのために練習するみたいなことになったとしても別にさ、損はしてないっていうか、じゃあ例えばなんか今月は何かの曲をアンプしますとか言って、うん、どうやってアンプしてるかみたいな、はいはいはい、前ちょっと話したけどさ、そういうとか、いやなんかだから見てる人でこれならこの内容ならいくらまで払いますかって教えてほしいんですよ。そうですね。そうそうそう。せっかくねできるようになるから、なんかないかなと思ってんだけど。確かに。有料で、それかもう、はい、開き直るかっていうのはだから、はい、もう尺八関係ないとまでは言わないけど、より個人的なブログみたいな使い方をするか、うんうんうん、もう僕に興味がある人だったら
無料、普通にチャンネルで出してる動画さ、僕は置いといて、うん、その尺八音楽ってこうですよとかさ、そういう話をしてるじゃないですか。はいはいはい、でももう、そこまで来る人は、僕に興味があるんだったら、もう、個人の話をしていくみたいな。あ、それは僕は見たいですね。開き直るっていう手はあるかなっていう。はいはい、あ、それは見たいか。もうマジ、昨日この映画見たとかいう話をするっていう。500円ぐらい払う。マジ？いや、むしろ映画の話とかを、うん、どうしては結構、してほしいなと思って。映画の話、ね、まあ、映画チャンネルで、はい、めっちゃやってる人いくらでもいるから、まあ、映画に限っちゃうとあれだと思うんだけど、もう、うん、そういう、今日休みの日でどういうコースでこう、都内を回ったのに、どこでラーメン食べて、どこのブックオフに行ってから何の映画を見るって。青木光一郎と共に生きるみたいな、そういうコンテンツになりそうですけど。興味があるって人がまあ5人ぐらいいたらやってもいいけど、いやでもなんかそのそれでやるとリアルタイムで見てれば、うん、例えばこの映画見たぞとかそこ行ったぞとかって、うん、面白いな、じゃあ行こうかなって、うん、結構できますよね。できると思う、うん、だからもうそれは本当に取って出しぐらいで、うんうんうん、もう共演者とかも呼ばないで、うん、そうですね、週1とか、うんうん、自分で夜な夜な自撮りで喋るっていう怖えなぁ。いや、うん、なくはないか。うん、ちょっと、コメントで、何人か来たらやろうかな。もう、それか GoPro 買うか。うん。いや、それで裏切って登録しないは許しませんからね、私は。そこまで行くとね。そこまでさせといて、うん、いや、まあ、だから、そっち方面もあるよねっていうね。はいはい、うん、だからもう、開き直る方向か、逆に、その、有料を、価値のあるコンテンツを出すか、どっちかか、はい、でも一番価値のあるコンテンツとかっていうとやっぱり演奏とか教えるとかいう、うんうん、まあね、演奏家だから一応それでお金を取れる商品として僕が出せるものっていうことで言うと、演奏動画は演奏を教えるという行為になるわけだけど、なんか配信コンサートとかやってもいいか。うん、でも何やるんだって話だけどな。うん、毎月やるとかになると本当家とかじゃないとできないし、うん、それまあむずいかな。それもでもそれはやろうと思えばできるとは思う。そのあとだから、まあ、前の動画でカセットテープを電子化してって話したじゃないですか、うんうんうん、でその音源をそこに出してくとかね。それはまあありかな。それは価値ある。それはお金払って聞きたい人はいるだろうな、うんうんうん、しなんか私個人のコンテンツって感じでもないから、うん、なんかそのチャンネル私のチャンネル版って出すよりそれの方がそうですね、なんか理にもかなってるというか、確かに合理的な気がするし、うん、まあね、その共演者の方とかがいらっしゃる音源とかだとまたちょっとあれだかもしんないけど、少なくとも青木玲子さんの独奏とかだったらいくらでも多分何の問題もないんで出せるんで、あ、それいいかもな。いや普通に聞きたい。そうそう、それはまあまあ別にね、何文句言う人いないでしょう。そんな昔のちょっと出したところで大丈夫だよ。そもそもお金払わないと見れないんだから、うん、怒る人見てないっていう前提でやるっていう、うん、それがいいんじゃない。だからそうです、ちょっと怒られそうなことをやるっていうのを。そうですよ、そうですよ。いやいや、そうですよそう、本当にそこはめっちゃあって、ただまあどのぐらいその情報が出るのかはちょっと分かんない。確認した方がいい。いや、そう、このさ無料の部分は結構ちゃん関係者が見てるから、逆に関係者しか見てないんじゃないかっていう気もするんですよね。総再生数から言って楽屋での声かけられ率異常だからね、本当に。だからそれこそさ、前ちょっとやったりもしたけど、こんな演奏会聞いてこう思いましたとかでもいいし、はいはい、うん、そう、だからちょっと無風では済まなさそうな、で、うん、まあ、別に済むんだろうけど、はい、
ね、そういうのってさ、共演、なんか、そうそう、だからそういう怒られそうなことをやるのはいいかもね。いいか、それありだな。それは面白いかもな。とかね。うん、まあそういう、まあそのぐらいの。ただ、これだったら見たいっていうのがあったら本当にコメントしてほしい。それで、声が集まればやってみようかって思うかもしれないんで。っていう雑談で、それだけです。いいアイディアを。募集中。はい、あれ。ありがとうございました。ありがとうございました。あと、あれじゃないですか。みたいなことね。うまくなってる。うまくなってきた。